さあ、細川選手が、この試合で1000試合出場を達成しました。1000試合出場は史上454人目ということになります。で、細川選手が最初に出場したのは2002年の9月22日ロッテ26回戦でした。8番キャッチャーとして千葉マリンで出場いたしました。当時は西武でした。ということで1000試合出場達成の細川選手です。